時計が好きじゃけへようこそ、川野です。今日は2021年も終わりに近づいてきたということでですね、今年1年を振り返りながら、自分の私の時計をきれいにきれいにしていこうかなと思います。それではスタート。私の愛用時計なんですけど、フェンディのクォーツの時計ですね。じゃあ早速取り掛かりたいと思います。まずベルトを取り外したいと思います。まずここからこう挟んでパチッとやってトーンと取ります。続いてはベルトをこちらの超音波洗浄機で洗っていきたいと思います。ご自宅にあるっていうのはなかなかないかなとは思うんですけど、こういった時計店だったりメガネのお店とかは結構ありますよね、こういうの。超音波洗浄した後はここでしっかりと水気を落とさないとサビにつながるので、ドライヤーだったりを使ってしっかり乾かしていこうと思います。この1年本当早かったですね。やっぱ YouTube 始めたことで、接客してて YouTube 見ましたって言ってくれたらやっぱりすごい嬉しいですし、で今度福岡の方からお客様が来てくださるっていうことで、それもすごく楽しみです。ちょっとゆるりと喋ってみようとは思いつつも、実際何喋ろうってなっちゃいます。今はこれで細かい小さい穴の水を拭いてます。今年の汚れは今年のうちに取っときたいですよね。で、いや磨いていくので、でも YouTube を始めて本当に良かったと思ってます。1年前に始めてから今4700人ぐらいの登録者数になったんですけど、まさかこんなに伸びるとはっていうようなのが本音です。来年の目標は登録者数が2万人行きたいなと思ってます。時計の新作ももちろんですけど、なんか楽しい企画したいですよね。そういうのも新作紹介とかブランド紹介とかっていうのばっかりになってるんで、かな、楽しい企画ができたらなとは考えてるんですけど、思いつきません。まだ時計のフェイスの部分も、この穴とかも結構ゴミが溜まりやすいので、これを使うのもいいですし、爪楊枝と綿棒も使ってちっちゃい穴のゴミを取っていきます。爪楊枝の先が黒ずんでますね。よし、こう綺麗になったのでベルトをつけていきます。トークって難しいですよね。基本的に YouTube 撮るのも台本をあらかじめ作って撮影して編集してアップっていう感じです。2021で一番視聴回数が一番良かった時って何だと思いますか？そう、20代から30代の男性へのおすすめ腕時計、あれがね結構良かったんですよ。嬉しいですね。自由にやらせてもらいました。ただ社長のファンも結構いるので、この動画が上がる前におそらく社長との最後の、今年最後の動画が出てると思います。社長ファンの方楽しみにしておいてください。一つ困ったことがあって、動画アップした時に画質がなんか悪くなっちゃうんですよ。それがどうしたものかっていう、パソコンとかで見た時に結構荒くなってるから、それ最近気づいたんですよ、今まで上げてきて。だからもっと高画質で上げられる方法を調べます。年末は28の火曜日から1月2日の水曜までが、1月2日までが年末年始のお休みです。そして最後ベルトをくっつけたらおしまいです。明日は地元の友達たちともち鍋食べに行ってきます。冬はね、鍋が食べたくなりますよね。楽しみです。ということで、私の愛用フェンディの時計が洗浄完了しました。もうちょっとこういろいろ話したいなと思ってたんですけど、いざ一人で喋るとなるとほとんど喋れませんでした。いつか喋る機会があったらいいなと思います。ありがとうございました。また来年、良いお年を。